はい、皆さんこんにちは。ミニツ開発リーダーの岩崎です。今日はですね、前回、MR03 シャーシーのナローとワイドについて、ご説明いたしましたが、今日はですね、その際に、リアのドレッドは実はシャーシーの組み替えではなくホイールのオフセットだけで幅を変えているというお話をしたんですけれども、そのオフセット、ホイールオフセットっていうものの概念をですね、今日はご紹介したいと思います。前回ですね、この資料を、画面でお見せしたかと思うんですけども、基本的に、ワイドシャーシーはですね、フロントにナローホイールのオフセット0というものをつけると、この70ミリという幅になります。で、リアはですね、今もうワイドタイヤのものがほとんどですので、ワイドというふうに仮定すると、ワイドの0というのを装着した場合は70ミリということで、ワイドシャーシーはですね、お互いに、フロントにナロー0、リアにワイド0を履くと70ミリという設定になり、ここですね、こことここになります。で、ナローシャーシーの方は、そこからですね、5ミリ少なくなりますんで、フロントにナロー0を履くと65ミリ。そしてですね、リアにワイドを履いた場合は、ワイド0で70ミリ。ここでお気づきの点があると思うんですけど、お互いにワイド0のホイールを履くと、シャシーがワイドでもナローでもリアは同じ70ミリなんですね。これが、リアはホイールでしか変わらないというところになります。で、ちょっと今日はですね、実際にそのホイールのオフセットというものはどういったものかっていうのをご紹介します。今ここにですね、このマルチオフセットホイールの実際ですね、ちょっと寄っていただけますか。ここにダブル0というふうに書かれていると思うんですけども、これが、ワイドホイールのオフセット0というものになります。で、ゼロというのはですね、このホイールのこの縁の部分ですね、リムの部分ですけども、ここ と、あとは実際にこのベアリングが入るこの中のボスですね、ここの高さがこう全く同じもの、ここの高さとここの高さが、オフセットしてないっていう、上にも下にもオフセットしてないものをゼロと言います。なので、このホイールのエリア、ワイドタイヤ、ワイドホイールって11ミリなんですけども、この11ミリに対してこの真ん中を測っても11ミリということで、高さは同じです。で、対してですね、こちらワイドのプラス3というのがあると思うんですけども、実際こうやって見ていただくとすごくこうボスが上に出てると思います。で、ここの部分の高さが3ミリあるのでプラス3という、まあこういう感じですね。まあ11に対してほぼ14、プラス3というふうになります。で、それをですね、実際に、こちらワイドシャーシーをつけるんですけれども、今ですね、このリアの幅をこう測ると、74.2 あるんで、まあ、およそ70、これ5だと思いますね。74かな、74かな。で、これをですね、今ちょっと実際いくつのホイールがついてるかっていうのを測りたいと思います。で、まあちょっとこのようにですね、ゼロでないことはわかると思うんですけども、これをですね測ると 12.9313 あるので、もともとのここの幅が11になりますので、オフセットは、プラス2、プラス2というホイールがついてます。なので、リアのオフセット0を基準としてプラス2なので、こちら側に2ミリ、こちら側に2ミリとあるので、基準の70ミリに対してここは74ミリになるということになります。これフロントも同様ですね。フロントに関してはシャシーがナローとワイドで、もともと65と70の差はあるんですけども、考え方は同じです。こちらナローのホイールがあるんですけども、これも同じくこの高さですね。ここの面に対してどれだけ出てるかっていうのが、まあ、ここ部分でこうオフセットという部分ですね。これをですね、まあ、0をついてる場合だと65ないし70を基準に、プラス2であれば片側2ミリずつこう広がっていくという感じですね。で、一つちょっと特殊なのがありまして、マイナスオフセットというのがリアだけに存在します。で、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、この面に対して先ほどのこの突起の部分っていうのが下にこう落ちてると思うんですね。
この下に落ちている具合をマイナスというふうにミニッツでは表現しています。でマイナスオフセットはですね、リアのワイドの、マイナス1というものしかないです。中にはですね、オートスケールのホイールなんかでマイナス 0.7 とか 0.8 とかも存在するんですけれども、考え方としては同じです。でマイナスというのは実際に、まあ、この0を基準とした場合70ミリになるんですけども、そこからマイナス1になると内側に1ミリ入ります。こちら側も1ミリ入るんで、ここの幅は68ミリになるということですね。まあ、実際ナローでリアにワイドタイヤを履く33の GTR ですとか、トヨタの86なんかはこのマイナス1がよく使われています。こういった感じでですね、それぞれフロントとリアは、プラスマイナス0、オフセット0のホイールを基準に、そこから、プラスだと外側に出ます、マイナスだと内側に入ります。まあ、フロント用はマイナスというのはないんですけれども、そういった感じで、ボディに合わせて、幅をですね調整するようになっています。ぜひボディの組み替えとかですね、セッティングの際には、今のところをよくご理解した上で活用していただければと思います。